けてみましょう。はい、マコリがいい、マコリですか。ちょっとさ、韓国風に、うん、では、はい、年齢が上の人が上で、はいはい、はい、そうですね。っていうじゃあ先輩、乾杯。乾杯。こんにちは、韓国在住のおまゆです。おまゆさんのお友達のえのですで、旅行に来たら絶対その国のお酒って外せないものだと思うんですけども、うん、このカンナムクチョン駅にあるじゃらーん、ウォルソンというお店なんですが、こちらは100種類ものお酒を用意しているということなので、うん、私たち今回ここで美味しいご飯を食べに行きたいと思います、うん、はい、楽しみですもう見てください、入り口からめっちゃ綺麗な、うん、まあ、すごい高級感すごい溢れてるよね、うん、よいしょ、こんにちは、手妙にいや、ね、何があるんだろう、すごいなこれ。なんかさ、昔のなんか王国のさ、うん、あのこういう入り口みたいな、みたいな感じ、ね、すごい。なんか見たらフュージョン料理屋って書いてた。チャギアね、もし料理とチャリナガヌイケボルカヤ、やっぱり、うん、やっぱり또가에디를좀현대식으로재해석해서책임져주세요술은혹시어떤게추천하신가요너무종류가많아가지고술을차라리몇병보여드릴까요아네보여드릴까요 네, 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 자세종류정도가지고왔는데멋있어기대해저희제품은꿈의대화라는탁주예요비쳤을때뒤에가잘안보이면보통탁주라고좀포괄적으로말하고네이거는흔들어서먹는거예요그렇게드시는분들이보통많으세요이거는좀귀여운토끼가와이가와이 、네、 미국인이만든한국전통주류고요찹쌀의단맛이좀은은하게나는게모든음식과잘어울리는편입니다예마지막으로이제품은경성과아주라는제품인데요보문서에기록된과아주를좀현대식으로재해석했습니다과아주라는게과실베이스로만든약주예요좀달큰하고좀구수한향이어우러질수있그럼저희이거두개랑요저희쇼메인대표다월성육작하고월성종글딸이살도딸이살도이요이요이렇게주세요 네, 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 감사합니다 네, 감사합니다일단진단두번안주면네옥수수죽이고요아그럼사나는トウモロコシの죽をさ、안주として食べようと思ったことなんかすごい新鮮。コーンスープかな。コーンスープっぽいね。やっぱ見た目も結構サラサラしてる。うん、うん、いただきます。うん、あったかい。あったかいんだ。っていうかスープ美味しいわ。スープかな。うんうんうん。さっき入ってくるときさ、お酒めっちゃあったけどさ、100種類もあんねんてこのお店。すごいよね。100種類。伝統酒だけで100種類って聞いたことなかった。いや本当だよね。相当多いよね。でも日本もあるんかな。どうなんだろうね。でもなんかいろんな種類はある気はするけど、こんなに一気に一つのお店で楽しめるところはないんじゃないのかな。パッケージのセンスいいよね。韓国人はやっぱりさ。なんか女性でも、飲みやすいっていうか、なんか近寄りやすいような、これも言ってた映えじゃない映えよ、映えよ、おしゃれうん책임맞잖아ねえすごメンチカツメンチカツだねうん마음에드시는잔골라가실수있すごい選べえすごいめっちゃおしゃれめっちゃかわいいうん、違うやつで多いのかな種類全然違うけどこれでイコールあげすみたイコールあげすみた전골놔드릴게요감사합니다저혹시끓으시면은저벨한번만눌러주세요다타에서갈라드릴게요오네알겠습니다でもさ韓国ってこういうみんなで食べるさご飯多くない多い。うん、なんか韓国人の友達とかにもよく言われるんだけど、同じスプーンでこうやって飲むじゃん。で、どう？大丈夫？って言われない？言われるけど、私はいけるけど、なんか日本でそれやってももちろん嫌な感じしないけど、確実に何だっけ、取り分ける用のスプーンがあるじゃん。あるよね。違和感もあるかもね、だから。が韓国らしいかなって日本やったらなんかそれぞれのご飯っていうかな定食みたいなのが多いやだからこれが韓国らしいかななんか韓国でなんかウリムナとかあるじゃんそういうさウリっていう感覚がさなんかこういうのにも表れてるなと思うんですよ確かに確かに美味しそう
料理みたいな、うん、おしゃれだね。辛子だよね、餃子、うん、それプラス若干このソースが韓国っぽいから、うん、確かにね、うん、いいね、合わさってる、うん、じゃあお酒から開けてみましょう。うん、開けてみましょう。はい、マコリがいい、マコリですか。ちょっとさ、韓国風に、うん、では、はい、年齢が上の人が上で、はい、はい、そうですね、っていうような。じゃあ先輩、乾杯。なんかヨーグルトみたいじゃない？飲むヨーグルトみたい。ヤクルトみたいな、うん、ヨーグルトみたいな味。あ、美味しいな。これでも後からはアルコールがさーってくる。切るっていうかホロホロなんじゃんか。すごい。こんな感じです皆さん。うん。めっちゃホロホロ。ホロホロ。美味しそう。せーの、いただきます。ソースつけて。うん、ソースつけて。でもメンチカツに似てるから食べやすい。すごく脂っこくなくてくどくない、うんうん、思った。さっぱりしてるよね。中の肉もさっぱりしてるかもしれない、うんうんうん、美味しいわこれ。美味しい美味しい、うん、もうちょっとした方がいいか。これも食べてみたい。うん、食べてみたい、うん、私も。え、美味しそう。めっちゃホロホロやで、うん、いただきます。うん、うん、うんうんうん、後でマスタードの香り、うんうん、まあ、これ絶対日本人好きだと思うよ。美味しい。あんまり辛くない、うん、思ったより。ソースいっぱいかかってるから美味しいかも、うんうん、辛くなさそうだから、多分観光客の人に食べやすいと思う。うん、美味しそう。ジャンする？うん、ジャンしよう、ジャンしよう。韓国ではさ、ジャンを何回も結構するよね。するよね。でも日本人は飲み始めだけ、うん、乾杯だけだね。するよね。うん、じゃあ韓国風に、せーの、ジャン。あと横向くよな、韓国の人って、うん、年齢オンリーだから、オンリーだから私がまっすぐ横向きます。こういう文化があるよね、うん、でもさっぱりしてるから飲みやすいわ。うん、うん、あとさ、韓国でこうやって持ったらあかんやん、うん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 、日本では持ったら、ね、持った方がいいけどさ、うん、韓国ではさ、うん、柔らかい、うん、すごい、うん、なんかあれか、日本のさ、うん、鍋も結構こういう味のあるよね。パイタン。あ、パイタンかな。パイタン味、うんうんうん、なんかそんな味似てる。馴染みのあるような味、うん、美味しいわ。結構でも味がしっかりついてるから、お酒進みそうな感じ、ね、しかも日本人好きな味だと思うから、うん、美味しいわ。伝統酒ってさ、うん、うちらが今この2種類頼んだけどさ、うん、他にも韓国の伝統酒ってどんなのだって、ね、知ってる？私も詳しくないからちょっと調べる、うん、全然詳しくないわ。気になる、うん、何があるかな。とかはよく聞くけど、うん、発酵剤？麹、うん、とか、うん、お米、うん、を使ったこれや、タクチュ、うん、タクチュ、タクチュ、うん、っていう濁り酒っていうかな、日本語で、うん、濁ったやつだよね、うん、こういう透明度が少ないやつ。そうそうそう、うんうん、とマイコヒャンギロームやからこっちやわ、うんうん、明るくなんていうの、透明で香りのある、うん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 、チョンジュ、清酒っていうかな、うん、はいはいはい、清いって感じだったやつ、はい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 、と薬草酒っていうのは、薬草酒っていうのはねって、でもいろいろあるねんな、種類が、うん、全然知らんかった、うん、なんか普通の焼酎はさ、うん、結構どこのレストランとか、うん、どこのご飯屋さん行っても頼むじゃん、うんうん、けどこういうさ、ちょっとお高い感じの、うんうん、やっぱりこういうなんか会食とかじゃないと、うん、こういうのあんま飲まへんって言った。そうじゃないですね、そんなやつ、高いからね。だって韓国に住んでてもこんなにいろんなお酒出会えることないからさ、うん、絶対カンナムに来たらここ来てほしい、うん、特にお酒好きな人は、うんうん、絶対来る価値あると思う、ね、あと料理もなんかフュージョンっていうかな、うん、普通の韓国では味わえないような、うん、ちょっと変わったメニューもあるから、うん、食べやすいと思うし、ぜひ来てほしいなと思う。ぜひ皆さんもこのウォルソンに来て伝統酒を飲んでいただきたいなと思います、うん、本当に美味しかったので、うん、100種類あるから絶対好みの味見つかると思います。ぜひ来てみてください、はい、ではまた会いましょう。バイバイ。